か。防犯グッズです、どうぞ。はいはい、はい、お使いください。ありがとうございます。茨城県における、犯罪の、認知件数、これは毎年毎年今減ってきております。10万人あたりの、犯罪率、10万あたりで見ますと茨城県は全国ワースト1位でございます。大変精神的に痛手も起こりますので、なんとか耐えられないような、そんな工夫も大切なのかなと思っております。鍵をかけるということを市民の皆様に習慣として、いただくことで、当初管内の盗難被害も必ずや減少するものと確信しておりますので、鍵をかけることで犯罪は予防できるということを呼びかけていただければありがたいと考えております。ご苦労様です。防犯協会ですけども、今日はカニかけ飲みということで。ご苦労様です。これガラスなの、ガラス破りのです、ね、ご苦労様です、はいはい。今年のですね、4月末現在で空き巣がですね、529件、あとはあの車上を狙いといいまして、車の中からですね、貴重品が盗まれると、そういう被害がですね、517件、発生しております。まずはそういう、被害に遭うという可能性があるというのはまずに知っていただいてですね、それで、防犯性の高いですね、鍵をつけていただくとか、あとはこまめにですね、鍵をかけていただくとかですね、そういうことに、心がけていただければですね、いいなと思っています。こんにちは。こんにちは。防犯グッズです、どうぞ。お使いください。